ルイス・ゴンザレス、ルイス・エミリオ・ゴンザレス、ルイス・エミリオ・ゴンザレス、1967年9月3日台は、アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身の元プロ、野球選手、外野手。ニックネームは、ゴンゾ。両親は、キューバ人。ジェファーソン高校時代は、ティノ・マルティネスとチームメイトだった。1988年の MLB ドラフトで、 ヒューストンアストロズから4巡目に指名を受け入団。までは A 級でプレーした和 A 級で打率。265.24本塁打、89打減、32塁打の成績を残し、本塁打数と犠牲フライはリーグ最多体の成績を残し、9月4日のロサンゼルスドジャース戦で代打としてメジャーデビュー。9月8日にメジャー初の先発出場し、 メジャー初安打を放っている。は8月29日から9月13日の間故障者リスト入りとなったが、メジャーに定着し、上毛ガンガに記録した48長打を上回る50長打を記録し、球団新人選手記録となった。は、開幕から不調で5月20日の時点で打率は、158トリプル A 級通算へ降格したが、13試合で打率。 432の成績を残し、6月3日にメジャーへ昇格した。昇格後は7月21日から8月5日まで、故障者リスト入りとなったが、84試合に出場し、打率は309の成績を残した。2打率を3割を記録し、リーグ最多の10本の犠牲フライを記録した。6月28日にシカゴカブスに移籍。2はアストロズに復帰。 5月26日から6月20日にかけて、アートハウの球団記録に並ぶ23試合連続安打を記録。またこの年のリーグ最長記録となった。にデトロイトタイガース移籍。本塁打は初めて20の大台を超える23、本塁打を記録。8月10日のアナハイムエンゼルス戦では4打数3、安打に本塁打を放ち、5回に通算千本安打を達成し、7回に 通算100本塁打を達成した。2はアリゾナダイヤモンドバックスに移籍。打率、336.26本塁打、111打点と打撃3部門で自己ベストを更新し、206安打はリーグ最多、45二塁打はリーグ2位となった。また、4月11日から5月18日にかけて、リーグ10年ぶりとなる30試合連続安打を含む5回も、 シーズン中に10試合連続案内以上を記録しており、これはエリック・ヤング、1996年に次ぐ、成りぐ場を2人目の選手となった、は、球団史上初の全162試合に出場し、昨年を上回る47二塁打、31本塁打、114打点を記録。2、自己ベストの打率、325、57本、142打点。 長打数は、史上12人目、延べ15人目となる100を記録。4月には、リーグ対記録となる13本塁打を記録し、初の月間 MVP を受賞。5月17日には、ミッキーマントル、1956年を上回る40試合で、20本塁打に到達。6月には打率、417.12本塁打の成績で2回目の月間 MVP を受賞。 8月29日には、史上5人目となる9月を前に50本塁打を達成。この年に、チームは、ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズにおいて、歴史的死闘を繰り広げ、第7戦で、ゴンザレスが、ヤンキースのクローザーマリアのリベラから逆転、さよなら人を放ち、球団創設4年目で、メジャー制覇という快挙を成し遂げる。レギュラーシーズンでは、 MVP 級の大活躍だったが、73本類打のバディーボンズ、64本類打のサミー操作には及ばず、投票では3位という結果だった。は打率、288.28 28本類打、103打点と、前任よりも悪化した。9月23日のカージナルス戦で肩を故障し、連続試合出場が446で途切れた。 9月30日に手術を受けた。3月18日に3年契約を結び、開幕を迎えた。4月30日までに、球団新記録となる36安打、大記録となる11二塁打を記録し、4月5日から5月19日の40試合中39試合で出塁をしている。打率は2年ぶりに3割を記録し、46二塁打と、前年の2倍以上記録している。 は5月22日のフロリダ・マーリンズ戦で2000本安打を達成し、6月30日のサンディエゴ・パドレス戦で、球団史上初の1000本安打を達成したが、8月1日の試合を最後に欠場。8月2日には、トミー・ジョン手術を受けた。は、復活を果たし、2年ぶり5回目となるオールスターに選出された。は、自己最多の52二塁打を記録し、 4月18日には、502塁打を達成し、史上21人目となる502塁打、300本塁打を達成した。9月に、球団はの1000万ドルのオプションを行使しないと、決断し、FA となり、ドジャースへ1年735万ドルで移籍した。2007年オフに、FA となった。2月7日にマーリンズと1年総額200万ドルの契約を結んだ。 8月29日に、古巣のダイヤモンドバックスのフロントに加入。8月7日、ダイヤモンドバックスは1999から2006年の8年間在籍し、多大な功績を残したゴンザレスに対し、背番号20を永久欠番とした。1月、アメリカ野球殿堂の候補となったものの、得票率0.9%で翌年以降の非投票資格を失った。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。